ホンダシティ、シティ、シティは、ホンダ技研工業が生産、販売している小型自動車である。日本国内向けの初代、二代目はサンドアハッチバック、等のコンパクトカーとして販売されており、国内向け初代では、商用モデルが、シティプロ、シティプロとして発売された。本校ではこれについても記述する。初代はその画期的なスタイリングから一躍大ヒットを、 トゲタが2代目は販売が低迷し、1993年に生産終了、販売も翌年終了した。その後、1996年に東南アジア地域向けに開発されたサブコンパクト4ドアセダンとして復活した。東南アジア地域向けの2代目は日本でフィットアリア、東南アジア地域向けの4代目はグレースとして販売されている。 日本向けのハッチバックモデルは初代2代目とも3ドアシャのみであった。当時の日本向けハッチバックは3ドアシャが販売の主流であったが、同じクラスの他社の車種、トヨタスターレット、日産、マーチ等には5ドアシャも用意されており、販売終了まで5ドアシャが設定されなかった事例は極めて珍しい。1986年10月31日、2代目シティが 発表、発売された。キャッチコピーは、才能のシティ。このモデルチェンジにおいて、コンセプトに大きな変化があり、クラウチングフォルムと呼ばれたローワイドなデザインとなり、軽量な車重、ベーシックグレードは 680kg と、相まって、走行性能の向上がなされた。エンジン構成は、D12A 型。 1>, 1カム4バルブの最チェシーエンジンは1986年当時、国産車としては初のメカニズムのみで装備品等の違いによって GG, EE, BB3 グレードで商品展開を行った。1988年10月、マイナーチェンジが行われ、主力エンジンは D13C 型に変更された。この従来のシングルキャブ仕様に加え、 PGM5 仕様が追加された。シングルキャブ仕様は1.2リットルの BE の他1.3リットルの CE、CG が設定され、PGM5 仕様は CRI、CZI の2グレード構成となった。中期には販売力強化を目的に CE の装備を充実させたお買い得グレード CE フィット PGM5 仕様では CR、 イベースの限定高級グレードである CR, i リミテッドが投入され、後期には CZ, i グレードにマイナーチェンジが施される。最終的に販売終了時点では、グレードの統廃合により、フィット、CRI, CZI の3グレード構成となる。1993年末に生産中止、そして翌年9月末をもって販売終了。 シティという名称を持つ国内モデルは、この台で途絶え、GAK 車両としては1996年にロゴが実質的な後継車種として発売された。1996年、東南アジアをターゲットに開発された、いわゆるアジアカー小型セダンで、シティの社名が復活した。EK 型シビックセダン、シビックフェリオをベースにしているが、様々な改良。 コストダウンが図られている。1996年4月にタイのアユタヤ市に建造した新工場で70%の部品を現地調達により生産が開始された。1997年2月までには14,352台がタイ国内で販売され、1996年の45万バーツ以下のセグメントにおいて66%のシェアを得ている。 タイでの生産を手始めに台湾、フィリピン、マレーシア、パキスタン、インドで次々に生産が開始された。エンジンは当初1.3リットルのみであったが、後に1.5リットルが追加された。グレードは主にローキシー、液ーの2種類がある。カイグレードのローキシーはパワーステアリングやパワーウィンドウ、カーラジオなどが省かれた最低限の仕様となっている。 前期型のバンパーは輸送コストを抑えるため3分割構造となっていた。2000年にフェイスリフトが行われ、シティタイプ Z と名称が変更された。3分割バンパーは一般的な一体成型に変更される。2001年に登場したベティは 115HP のサイチェシー16バルブビテックエンジンが搭載され、4輪ディスクブレーキや リアスタビライザーが付くなどスポーティな仕様となっている。2002年発表。フィットをベースに東南アジアのみならず中国市場などもターゲットにした国際戦略車種として開発された。ホンダオートモービル、タイランドカンパニーリミテッドやコーキンだなどで生産され、日本でもタイからの輸入車がフィットアリアの名前で販売されていた。タイとインドではフェイスリフト後は シティ ZX とネーミングされているが、その立ち域はシティのままである。当初、1.5リットルモデルは8バルブ仕様のみであったが、後にビテック16バルブ仕様のほか、1.3リットルも追加された。それぞれ MT と CVT があり、グレード構成は国によって異なる。鉱石はベースとなったフィットからウルトラシートが継承されているが、インド向けでは、 コストダウンおよび LPG タンク搭載を毎年、固定式に変更されている。2005年9月にはフェイスリフトを行った新型が発表され、10月にタイ、マレーシアで発売された。一番の変更点は新しいエクステリアでフロントグリル、ヘッドライト、フォグライト、テールライト、バンパーが新しくなり、フロントエンドが 65mm。 リアエンドが 15mm 長くなった。ドアミラーは電動格納式に変更。i、DSi、v i t e の両グレードとも15インチのアルミホイールが標準となった。インテリアの変更点はわずかだが、ドライバーアームレストの改良やマップライトの加がある。エンジンは変わらないが、インテークマニホールドが改良され、吸入空気の温度が10%下がっている。 サスペンションもアップグレードされた。タイ、フィリピン、パキスタン、シンガポール、マレーシアでは、i、DSi、ビテック両グレードに CVT を用いている。CVT は7足、マニュアルモードを持つ、パドルシフトが付く。2008年5月末には、全世界での累計販売台数が100万台を超え、ホンダの機関車種と位置づけられている。中国では、 現地合弁会社の後期ホンダが、自主ブランド、リネン、エヴァースの最初の市販車として、市をベースにしたリネン、S1 を2010年末の公衆、国際モーターショーにて発表し、2011年4月18日に発売した。2008年9月10日発表。エクステリアはコンパクトながら、存在感のあるフォルムを、インテリアは、開放感と安心感との両立を目標に、 デザインされたエンジンは2台目フィットと共通の L15A 型を搭載し、出力、燃費、環境性能の進化を目指した。フィリピン、パキスタンなどでは1.3リットル、中国では1.8リットルもラインナップされる。インドではシティが2008年の発売以来、中型セダンのベストセラーとなり、これまでシティの最大のマーケットであったタイをしのぐまでになった。 2010年10月には内装にレザーシートなどを装備するラグジュアリー仕様のエクスクルーシブが発表された。なお、先代型のインド仕様において省略されていたウルトラシートは今回も採用されていない。2009年2月オーストラリアにおいてシティが発表された。1.5リットルのベティとベティエルのにモデルが用意され、タイから輸入される。 2009年からブラジルでも生産が開始され、搭載されるエンジンは1.5リットルサイチェシー16バルブアイビテックのみでフレックスフューエル対応が施されている。南アフリカでは2011年より新型バラードとしてシティを販売する。2011年9月にフェイスリフトが行われ、フロントグリルや前後バンパー、テールランプデザインが変更されたほか、 全長が 20mm 伸び、最低地上高が 160mm から 165mm になった。内装にも手が加えられている。デュアルウェアバッグが標準装備となった。ホンダが進めるグローバルオペレーション改革の一翼を担う車両として3代目フィットをベースに開発され、2013年11月25日にインドで発表された。 インド向けの生産は、ホンダカーズインディアリミテッド、ハシルで行われ、翌2014年1月より発売を開始した。コンセプトは、アドバンストクールスタナーで、クールで、スポーティなデザインと広い室内、クラストップの燃費と快適性を持った車を目指した。ボディサイズは大きく変わらないもののホイールベースが、先代より 50mm 伸びた結果、 室内空間が歴代最大の広さになった。エンジンはそれまでのガソリンエンジンに加え、アメイズに次いでディーゼルエンジンも設定。インドでは E、S、SV、V、VX の5グレードの展開で、それぞれディーゼルとガソリンエンジンが選択できる。トランスミッションはガソリンモデルが5速、MT、ディーゼルモデルが6速、MT が標準装備となり、 ガソリンエンジンの上位グレード V、VX のみに CVT が設定される。全グレードにマルチインフォメーションコンビネーションメーターという多機能メーターが装備され、上位モデルではタッチパネル操作エアコンや後部座席用充電ポート付エアコンベントなど装備される。2014年1月23日にはタイでも販売が開始された。 E85 燃料に対応。インド仕様にはない6エアバッグ、ベッサ、ヒルスタートアシストなどの安全装備が用意される。2014年6月、台湾市場にて発表。ガソリンモデルのみ投入される。2014年12月1日、グレースの社名で日本市場において発売開始した。発売当初、オリジナルのセダン4代目式と異なり、 ハイブリッド専用車種であったが、2015年6月19日にガソリン車が追加発売された。2015年4月18日、後期ホンダギ車が上海モーターショーにてシティ、中国名、喫茶規範を発表、同年8月28日販売開始。2015年9月22日、東風ホンダギ車がグレイズ、中国名、歌髄を発表。 同年11月7日、販売開始。式と前後デザインが異なる中国専用の姉妹車で、ある。2016年9月2日、東風ホンダギがジーニア、中国名、ズヨ、発表、翌10月末発売開始。グレーズをベースに5ドアファストバックセダン化したモデルとなる。現在式は、アユタヤ、タイ、グレーターのイラ、インド、ラホール、パキスタン、 アローガジャ、マレーシア、甲州、中国、サンタローザ、フィリピン、アダパザル、トルコなどで生産されている。2011年よりアルゼンチンカンパーナの新工場での生産を開始。2011年まではブラジルのスマレーでも生産していた。ターボ2によるワンメイクレース、シティブルドッグレースが開催されていた。重心の高さ、ホイールベースと、 トレッドとのバランス及びタイヤの設定等から転倒する車両が相次いだ。例を挙げるならば、84年にはカメラを積んでいた松田修士選手も鈴鹿サーキットの1コーナーで転倒し、リタイアしている。後期モデル CRI-GA2 型は、軽快なエンジンフィール、軽量なボディと低重心、四隅に配置されたタイヤやシンプルなサスペンション構成を活かしてレース。 ラリー、ジムカーナ、ダートトライアルといった多くのモータースポーツで活躍した。燃費性能にも優れており、N1 耐久シリーズ、現、スーパー耐久のような耐久レースでも強さを発した。コーナースピードと脱出加速能力がものを優秀。小規模サーキットでの走行では、上位クラスにとっても侮れない存在であり、特にジムカーナでは2003年に、 レギュレーションが変更されるまで A1 クラスにおいてこの車でなければ勝てなかったと言われていた。さらには高いチューニング体制から改造車クラスである C1 クラス、現 SC クラスでも多数が出走した。登場から30年が経った2018年時点でも全日本シリーズに参戦している車両がある。現在も競技ライセンスを必要としない非公式競技では 参加台数も少なくない。この頃のホンダ車は紙のボディであるとよく言われていたが、本社もボディ剛性が高いとは言えない。東南アジア向け初代はタイでシティ・アール・ワンメイクレースが行われていた。日本国内向け初代は発売時からホンダ店で1985年にホンダプリモ店、ホンダクリオ店設立後はプリモ店、クリオ店の併売となり、 日本国内向け2代目はクリオ店専売車として取り扱っていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。